上がっててびっくりしました。多分こんな船は世界のどこにもないと思います。今日いただいたあのオリーブの、葉、これ小豆島の名産なんですが、とても象徴的だと思います。旧約聖書の中で、洪水に見舞われたノアが陸地を発見するために鳩を放ちますよね。そして ある日鳩がオリーブの枝を、加えて戻ってきたことによってノアは陸地の位置を見つけます。そして希望の島に向かいます。希望の島、小豆島、オリーブの島ですよね。素晴らしい話じゃないですか。希望の象徴である小さな太陽をあしらったこの船が、小豆島から瀬戸内の島々に渡り、そして日本、そして世界に広がり、世の中が希望にあふれる未来に向かうことを祝って、この日を迎えられたことをとても心に思っています。ありがとうございました。